火事とか事故とか大地震、どれも怖いよね。でもそんな災害と戦う人たちがいるんだよ。私たちの町を守ってくれるかっこいい人たち。今日はそんな人たちを紹介します。大田市は島根県の中央にあって、日本海に面しています。世界遺産となった石見銀山や国立公園である三瓶山などがあって、毎年多くの方が訪れています。ここは大田市消防本部です。一つの消防本部、二つの消防署と一つの出張所があって、それぞれの地域を守っています。いつ起こるかわからない火事や事故などの災害から人々を守る仕事をしているのが消防署の人たちです。消防車や救急車が必要な時に消防署に電話をする番号は119番。災害の時消防に連絡をしたいのに間違えてしまう人もたくさんいます。火災、救急、救助は119番。もしもの時に備えてよく覚えておきましょう。皆さんからの助けを求める声を受け付けるのが、ここ大田市消防本部通信指令課。たくさんの機械が並んでいますね。自動出動指定装置は災害の発生場所や災害の種類によってどの車両が出動するのか自動で決定します。地図等検索装置は住所や建物の名前の読みなどから災害の発生した場所を決定します。これは支援情報表示装置。消防車や救急車がどの災害に出動しているのか、119番通報の受信件数や災害件数などが確認できます。ではもし皆さんが消防署の人に助けてほしいという時はどうすればいいのでしょう。周りに大人の人がいない状況で消防に緊急通報をかける時は、とにかく落ち着いて119番をしてください。はい、119番大田消防です。火事ですか、救急車ですか。その後は通信指令課の職員の質問にゆっくり答えてください。まずは火事か救急か、次に場所、その後何が起きたのか、何が燃えているのか、誰が倒れたのかなど。もし間違えて119番通報をしてしまった場合は、慌てて電話を切らないで間違えましたと伝えてくださいね。電話がつながった時にはどこからかけているのかがわかるようになっています。間違い電話だとわかれば消防署の人も安心です。でも間違いかどうかわからない時は準備をして出動することもあります。消防署の人たちは皆さんが無事でいることが一番嬉しいんです。119番通報を受信すると、すぐに隊員は準備をして現場へと向かいます。その後も質問を続け、必要な場合には心臓マッサージを教えたり、島根県防災ヘリコプターやドクターヘリを呼んだりもするよ。消火活動、救急活動で一番大切にしていることは、いかに早く現場に着くかです。119番通報の受信から現場に到着するまでの時間を少しでも短くするために、この高機能消防通信指令システムが大活躍。119番のかけ方をおさらい。火事なのか救急車が必要なのか、場所はどこかなど、このような順番で質問をするよ。慌てないで落ち着いて答えてくださいね。火災は
尊い命や大切なものだけでなく、楽しかった思い出までも一瞬にして奪ってしまいます。火災から皆さんの命や大切なものを守るためには、火事を早く見つけて焦らずに119番通報することが大切です。今日学んだことを生かして災害に強い街をみんなで作り上げていきましょう。はい、119番大田消防です。火事ですか、救急車ですか。